どうも、おだつです。今回はね、もう5万円で購入できるゲーミングチェア2種類をね、比較していこうと思っております。今までね、僕は6回ぐらい、まあ、ゲーミングチェアね、組み立てたりだとか、まあ、量販店でね、もう数々のゲーミングチェアにね、もう座ってきました。おそらくね、もうゲーミングチェアをもうこれだけね、組み立てたり座ったりしてきた人ってね、まあ、なかなかね、いないんじゃないのかなと思ってます。まあ、その中でもね、座り心地が良かった、この AK レーシングと、まあ、奥に見えてるね、ノーブルチェア。このね、2種類が僕の部屋にね、置いてあるので、この動画でね、2種類のね、違いっていうのをね、しっかりね、お伝えしていこうかなと思っております。まあ、ゲーミングチェアのね、基礎っていうのが、まあ、十分に理解してない方は、まずは、僕がね、ゲーミングチェア基礎講座っていうね、動画をね、上げてるんで、そちらをね、まず見てからの方がね、この動画、ためになるかなと思います。ぜひね、動画概要欄載せてるんで、そちら見てみてください。もうそろそろ20万再生ぐらいいくようなね、いい動画になってます。まあ、という感じでね、僕のチャンネルではね、毎週ゲームに関わる情報を発信させていただいております。なんでね、ゲーム好きな方、ぜひね、チャンネル登録をポチッとしていただけると嬉しいです。それじゃあね、本題に入っていきましょう。はい、ではね、まずね、今回紹介する製品っていうのは、この2つとも約5万円なんで、1万とかね、2万円とかで買える格安モデルと比べて、まあ、実際何が違うんかっていうのをね、最初にね、伝えておこうかなと思います。で、まずね、1つ目なんですけど、ビルドクオリティが高い。まあ、そりゃね、高価なんだから当たり前じゃんって思われるかもしれないんですが、具体的に言うとね、座った時のね、安定感。もう座面とかがね、もう全然違います。そして、クッションの厚みとかも PU レザーの質感。あと、キャスターのね、こう動かした時のスムーズさ。まあ、このあたりっていうのが大きく変わってきます。まあ、特にね、クッションの厚みとか、座った時の安定感っていうのは、マジでね、違います。本当に違うんで、ここはね、信じていただいて大丈夫かと思います。で、この部分のね、品質っていうのがね、もう良くなかったらどうなるかっていうと、もうわかりますよね。早い段階で、レザーの部分とかが安いものはね、もう劣化してきて、使い物にならなくなるようなね、可能性っていうのがね、高いわけですね。もうゲーミングチェアのね、格安製品は、まあ中にはね、まあいいものあるの僕も知ってるんですけれど、まあ基本的に安かろう悪かろうと思っていただいてた方がいいんじゃないのかなというところです。で、二つ目なんですけど、人間工学にね、基づいて作られてます。というところなんですが、どういう部分かというと、まあ、難しい言葉ではあるんですが、人の体にね、フィットするように作られてるよっていうことなんですけれど、まあ、AK レーシング、今見ていただいてるの見ればよくわかると思うんですが、ファイバックシート見ていただければわかるんですけど、体にしっかり沿うようにね、作られてますよね。逆にね、ノーブルチェアに関しては、こんな感じで、まあ、沿うようになってるかと言われれば、どちらかというと、まあ、まっすぐにね、なってますよね。まあ、座り心地に関してはね、これね、ポルシェのね、シートとかをね、イメージして作られてるみたいなんで、マジでね、座り心地はいいです。で、まあ、こっちは人間工学というよりね、もうノーブルチェアに関してはね、素材がかなりいいんで、そっちで勝ってるかなという感じがします。で、三つ目なんですけど、調整機能っていうのがね、豊富です。まあ、よくあるね、違いとして、アームレストのね、可動域っていうのがね、異なります。まあ、例えば、ノーブルチェアだったら、横にも動くし、まあ当然ながらここも動くし、回転もできるんですよね。こんな感じでね、回転することもできるわけですね。だからもうね、自由自在に自分の好きな方向に動かせるわけです。で、AK レーシングもね、だいたい同じようなことはできるんですけど、こう回転とちょっと前に行くぐらい。ボタンがね、ついてるのはここだけなんで、自分でこうやって手で動かさんといけんのんですけど、まあだいたい上位モデルに関してはね、この辺がかっちり色々とね、ついてるような感じになってます。だからね、自分のね、体に合った調整っていうのがね、しやすいんだろうなって思っていただいて大丈夫です。まあ要するにね、安い製品だったら、まあこういったね、革の質感、ビルドクオリティとかがかなり低くて、もう人間工学にね、基づいて作られてるのかっていうのもね、不明なわけですね。まあ、相対的に座り心地や、まあ、購入後のね、満足度っていうのをね、考えていただくと、まあ、かなり変わってくるだろうと思っていただいて大丈夫です。それじゃあ前置きはね、ここぐらいにして、今回の、お題である、まあ、2種類の比較にね、入っていこうと思います。まずね、AK レーシングは、僕が今持ってるのは、プロ X っていうモデルで、まあ、ゲーム用としてね、販売されてるものの中ではね、最上位品になります。はい、5万円ぐらいですね。対して、ノーブルチェアに関しては、まあ、これアイコンっていうね、ゲーム用とはね、思えないですよね。なんかすごいさ、おしゃれな見た目してますよね。そんな感じのモデルになって、で、2種類のね、大きな違いなんですけれど、
何かっていうと、もうこれ超簡単に伝えるよ。AK レーシングに関しては、これ、ふかふかした座り心地。で、ノーブルチェアに関しては、硬めのね、かっちりした座り心地っていう風になっております。なんていうかね、一般的な、まあ、ゲーミングチェアの座り心地は、この AK レーシングなんですけれど、車のね、レザーのシートみたいな感じな座り心地がノーブルチェアという感じが僕はします。もう少しね、詳しく見ていくんですけど、AK レーシングのね、シートはね、他社製品に比べて、まあ、ワンランクね、ふかふか具合がね、すごいです。で、とにかく、座面がこれ、むっちゃふわっとしてるんですよ。座ったらね、ほんまようわかるんですけど、マジでね、ふかふか。超柔らかい。買った時から柔らかいから、だんだんとね、座ることによって柔らかくするっていうようなことがね、必要ないんですよ、ね。そこはまあね、メリットかなという感じはするんですけど、本当にね、これ、もうクッションにね、埋もれるような感覚になるので、まあおそらくね、初めて座る人は、これがゲーミングチェアか最高じゃんってなるはずです。ただ、これがね、まあいいと思う人もいれば、これで微妙だと感じる人もいるんですよ。正しいね、表現かはわからないんですけど、座面の部分っていうのがかなりふかふかしてて、座った時のね、ちょっとね、安定感っていうのがね、あんまりね、ないんじゃないのかなって感じがします。人によって好き嫌いが分かれるんで、絶対こうだとはね、言えないんですけれど、僕の場合は、このね、座面がちょっとふかふかしすぎてるのがね、なんか、長時間座ってて、疲れるくねっていうのが、ちょっとね、このノーブルチェアの椅子が家に来た後にね、判明しました。まあそういった場合はね、ノーブルチェアなんですけど、これ硬い座り心地の方がいいんですよね。で、ぶっちゃけね、AK レーシングと比べると、ふかふか具合にね、これもかなりね、差があります。張りとね、厚みのある、まあ PU レザーっていうのがね、使われてるんで、まあ本当にね、もうこれ車の運転席にね、座ってるようなね、座り心地なんですよね。おそらくね、長時間使っても、このね、へたりにくい素材っていうのは、こちらのね、ノーブルチェアなんじゃないのかなと思います。で、これじゃあね、ゲーミングチェアじゃねえよってね、言われたらそこまでなんですけれど、まあ自分にはね、どっちが合うかっていうのをね、考えた上で決めればいいんじゃないのかなと思ってます。で、柔らかめならね、まあいろんなね、メーカーがあるんですけれど、もう固めのね、座り心地で探す場合は、僕はね、このノーブルチェアにしとけって言いたいです。おそらく絶対後悔しないと思います。で、これね、補足なんですけど、あれ、このノーブルチェアのアイコンのさ、ランバーサポートとヘッドレスト、なんか違うくねって思われたと思うんですけど、これね、これからね、発売予定にはなってるんですけれど、高反発のね、ランバーサポート、プラスヘッドレストとなっております。で、まあ、デフォルト品ってどうだったっけって思われるかもしれないんですけど、デフォルト品はね、こんなやつね、これ普通の付属で付いてるやつなんですけど、まあ、ちょっとね、黒めの見た目にはなるんですが、それよりも高反発のものがね、これから販売される予定があるみたいです。で、ランバーサポートに関してはね、こんな感じでマジで全然違うよ。アイコンに関しては、これ置くだけになっちゃうから、ランバーサポートがね、あんまりなんか機能してなかったんで、今回ね、発売予定のある、こちらの新しいやつに変えることで、マジで座り心地変わります。もう僕ね、これね、使い始めてね、やべえなと思ったんですけど、これ早くね、アイコン使ってる人はね、発売したらね、買った方がいいと思う。そのくらいね、おすすめできる、新しいアタッチメントになっております。で、ちょっとね、話それちゃったんですけれど、その他のね、違いとして、まあ、何が違うんやっていうところなんですけれど、まあ、リクライニングの角度とか、まあ、ロッキングのね、固定機能があるかないかっていうところですかね。AKレーシングに関してはね、何度まで倒れると思います。これ180度倒れるんですよね。ちょっとやってみましょうか。はい。ちょっとやってみたんですけど、こんな感じになってます。まあ、横から見たらよくわかるよね。マジでなんかフラットになってるよね、AKレーシング。に対して、ノーブルチェアはね、これ135度までしか倒れないんで、そこまでね、倒れないです。まあ、ぶっちゃけどっちがいいやっていう話なんですけど、僕はまあ別に AK レーシングほど倒れんでも大丈夫だろうとは思ってます。で、まあ椅子のね、上で仮眠を取りたい人にとってはもうこのね、180度まで倒れることの方がね、重要かなと思うんで、まあそこは自分でね、決めていただければなと思ってます。で、ロッキングについてはね、ゆりかごのように椅子を揺らして、リラックスする機能にはなってるんですが、ノーブルチェアに関してはね、これ傾斜がついた状態でずっと座ることができるようになってるんですよね。これ、今はもう傾斜つけた状態になってるんですけど、AK レーシングだったら、こう、結構フラットじゃないですか。に対して、今ね、ロッキングで固定してるんで、それがね、若干角度がつくような感じになってるわけですね。で、こうすることによってかなりリラックスして、まあ、自分の好きな角度で止めることができるようになってます。僕はね、この機能かなりね、気に入ってて、だらっとしたね、
姿勢でね、リラックスしてね、ゲームできるから、むっちゃいいなって思ってます。まあ、地味にね、嬉しい機能なんで、ノブルチェアのね、確か製品に関しては、おそらく全部ついてたと思うんで、ノブルチェアがね、買いたいなと思う方は、この機能をね、堪能してもらえたらなと思ってます。ということで、以上が比較になります。ということで、ここまでお疲れ様です。こんな感じでね、僕のチャンネルではね、毎週ね、ゲームにかかる情報を発信しております。なんで、ぜひゲームが好きな方はね、チャンネル登録をポチッとしておいていただけると嬉しいです。ということでね、皆さん今回の動画いかがでしたでしょうか？自分にね、合うね、座り心地っていうのが、柔らかめか、今僕が座ってる固めの座り心地か、どっちか分かりましたかね？僕がね、現在愛用してるのは、もうこのね、ノーブルチェアなんですけれど、まあ、どちらの椅子もね、いい製品なんで、自分にね、合う方をね、チョイスしてもらえたらなと思っております。動画のね、説明欄の方に製品のリンク貼ってるので、気になる方はぜひチェックしてやってください。それじゃあね、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。